おはようございます。谷さんです。谷さん、体力なし、お金なし、時間なし、勇気なし、何も持ってません。僕にできることはもう大体の人ができる、そんなチャンネルとなっております。チャンネル登録お願いします。ということで今日は、ゆるい動画です。今日のゲスト、ファンキーさんです。お願いします。おはようございます。特にトークテーマも何もないです。じゃあとりあえずこの山の景色を見ながら行ってきます。岩が、はあ、うん、うん、川から川ある。行こう。もう現地調達やな。そうやな。今日はちょっとのここを登っていったらちょっととある、キャンプ場があるんで、そこで ちっちゃい焚き火しながら鍋焼きうどんを食べたいと思います。滝や、ここ激坂やねん。そういえば、あ、なんかバイクの人がいるぞ。給水スポット、ほんまや、ええな、山を愛する人が、ああ、作ったんやろ。しし落とし?しし落とし?ちょっとカメラでは見にくいかもわかんないですけど、竹で。ええな、この山に響き渡る音。日本の音や。なんかほんまこの山愛されてんのがわかるわ。え、うん、なんか全部作ってやもんな、これ綺麗に。もうゴミ捨てない。俺らにできることはないやろな。あそこなんか魚いるよな、多分な、多分。ええ景色や。ああ、もうこういうのを見るとすごいこの山が愛されてるのがもうめっちゃわかります。あ、ほんまや。よいしょ。わ。ありがとうございます。お酒もお供えしてはるわ。行こうか。心の中でチャンネル登録お願いしますって言ってしまった。ええんかな。手袋いらんな。ああ、オッケー、行こう。乗ろか。滝、ふう、おー、いいね。はあ、ふう、綺麗なとこやな。あそこにする、それか。いいキャンプを始めます。あ、お願いします。ここのスペースほんま便利やねん。ほら、このもごちのテーブルと100均の椅子。あ、めっちゃいいで、これをもごちをさ、その壁こう入れてることによってプロテクターになるやんか。脊椎守れるし、しかもなんか背中のあたりもなんか優しくてさ、いいのよ。いや、これマジで100均の椅子いいと思うね。めっちゃ
間コーディネーターやろなあ。空間コーディネーターやろ。やばい、そこの隙間せやろ。今日の焚き火台、セリアで買ったんかな。一応三重県伊賀市の山田化学さんの商品です。コンパクト焚き火台ドン。いや、もう十分でしょ。すごいな。あれやで、持ってみ。もう 20g ぐらいやん、うん、だから自転車でもう軽くこう焚き火できるとこでやるには最高じゃない、うん、いや、これはすごいな。ちょっとでも、いや、このワークマンのリュック結構良すぎてさ、なんか他を買う気にならんのよね。安いし。お、ファンキー枝集めてくれる。じゃあ俺もうファイヤーしていくわ。そんな火起こしとかできひんから、もうこのこれやで、最強の岩谷産業さんが出してはる、なんていうのこれ、燃える燃える。もうちょい枝、まあ止まったら寒いしな。行きます。はい、火起こしチャックアメカファイヤー。こういうの一から火起こしする人すごいよな。すげえな。俺も取れ高はいいけど、取れ高はいいけどな、そういうのが楽しいんやろな。あれでもめん、まあ、やりたいけどな。よっしゃ、木拾ったで。だいぶ燃えてんな、すごいな。これも ありがとう、ありがとう。あったかい、あったか煙たいな。この前これちょっとやったんやけどさ、うん、あの煙たくてすぐ消してしまったやめますって。あ、そうや、ファンキーこれリュックに入れといて。これエマージェンシーカード、これなんかあった時にどっかに入れといて。あ、分かった。緊急連絡先とか持病の有無とか書いてんの。え、書いてんの。俺、あ、それファンキーなやつだし、俺この中に入ってるし、なんかあったらこれを救急隊員に渡して。マジで救急隊員の人それがあるとないでは、なんかありがてえみたいな感じのツイート。なんかさ、もし意識不明だった時さ、何、その親族とかに連絡するのがめっちゃ大変やねんって。自転車の、うん、その自転車のさ防犯登録からさ、おくしゃー、もうそれか、急にこっから音がしたからさ、俺ビビりやからさ怖いや、怖いんや。ファンキー焚き火好きやな、そういえば。まあまあ前人は好きやろ、誰でも焚き火はせやな。焚き火嫌いとかいんのかな焚き火嫌いやーっつって。いい日な、確かに。俺めっちゃ焚き火嫌いやねんとかほんま、俺めっちゃ焚き火嫌いやねんっていう人会ったことないな。まず焚き火の話しいひんしなめっちゃ腹減った。たそがもファイヤー。え、チートすぎやろパン持ってきたし、ちょっと後で炭になったら炙って食わへん。すげえな、テーブルあんのいいな。いや、もごち、もごち、もごちいいでしょ。あ、ファンキーも俺やるわ、セットしいや、うん、ついてきたね、いいね、あったかいわ。わあ、鍋焼きうどんいいね、楽しみやね。僕の南部焼きうどんは今日は京風天ぷらうどんです。ドラッグストアで130円ぐらいで買いました。
今日も作っていきます。今日の動画はちょっと走行動画とかじゃないんで のほほんと見てください。じゃあ調理していく。よしよし、あ、チャカメカファイヤー。どうやってしよう。もうとりあえず乗せよう。乗せて、やばい、ちょっと待って、テーブルあったら火つけ、あ、つけれるわ全然。チャカメカ、うわ、え、怖いんやけど。チャカメカファイヤーしました。 OK、 乗せて、あれ、え、あ、具全然ないから安いんか。ビビるぐらい、それ具沢山やん、めっちゃやばいよな、9種類って書いてある。450円。450円、いいな。仕事場でカップラーメンとか食べる。いや、ええな、ほんま。あったまるわ。焚き火ええな、やっぱ焚き火台が100円っていうのがほんま、いや、使わへんかなと思ったけど、使わなさそうと思って買ってんけど、半年ぐらい眠ってた。あったけー、ちょうどいい。うん、あ、いけた。うどんが湿っとんな。ちょっとめっちゃ木入れようか一回。おう、まあちっちゃいこの焚き火台の難点はめっちゃ木どんどん足さなあかんっていうことだよな。おう、ファンギーのも煮えてきてるやん、つまにか。おう、いけ、もういけるんすか。はしはし、どうしたらやから。俺この前やった時寒すぎたんかな、なんか全然煮えへんかったさ。でこの後はコーヒーやね。せやな。おお、できたできた、ええ感じや。見えますか皆さん、この寒い中で食べるこれ。おお、こぼした終わりやで。食べよう食べよう。ちょっと七味が欲しいけど。いい匂い。ちょっとお湯沸かしとこか。まあ沸騰するし大丈夫でしょう。よし、コーヒーのお湯、食後のコーヒー、もうとりあえず食べようか。寒いね。いただきます。いただきます。焚き火に当たりながらうどん食うとか夢にも思わなかった、この山の中で。いただきます。あ、うまい。ええ出汁です。うまいっすか。めっちゃうまい。お、あ、これ、うん、こう持って食えへんからこうやって持つしかない。そうやね。うん、手袋忘れた。いや、あんた、あれ、うん、うまい。よいしょ、これ見てる人ももし興味があったらやってみてください、まあ、焚き火はもう焚き火していいとこでやって、もううどんは食いましょう。この鍋焼きうどん最高っす。僕にできることは誰にでもできるんで、最高すぎる。鍋焼きうどんもどこでも、コンビニにも絶対あるもんな、冷凍で。スーパーにもこんなん100円で売ってもんな、アルミのやつ。お蕎麦でもええし、ラーメンもあるよな多分な。
もうどうせ走るなら最高に楽しみたいな。ああ。ああ。最高やー。うまい、うん、これはうまいな、うん、あ、手袋つけて持つのありやな、うん、ありやろ、わ、賢い、一つ間なんだわ。いや、めっちゃマジでうまかった。マジでマジでうまかった。これはほんまうまい。語彙力、うん、あ、ごめんな、みんな9種類入ってて、うん、いや、これはな、丸亀とかよりも全然贅沢やした。450円で外で、うん、贅沢すぎるな。いや確かに、もうぜひやってほしいな、うん、これは安い、みんなテンション上がると思いますよ。1500円ぐらい買った。おお、マジか。何それ。お、もう家で、家で、お、あ、賢っ。賢いやろ、そういうこと、うん、あ、もう引いたやつを輪ゴムで縛ってジップロックね。あ、なるほどね。これグルービーのもあんだよ。あ、マジで、ちょっともらっていい。めっちゃいいやん。濃いめで、ほう、飲めんで、引き方も家でやってこれるしな。そうそう、まあ引いてある、安い。あー、そうなん、いいやん、いいやん、めっちゃいいやん。いいやろこれ。いい、 ありがとう。ドリップコーヒーの方が、いや、いいね、飲もう。ちょっと火が消えてきて困っております。1からつけます。1からチャカメカファイヤー、燃え盛っとんで。おお、ナイス。あったかいわ。コーヒー飲みましょうか。飲もう飲もう。もうチャームちょうど今90度ぐらいかな。ありがとう。ちょっとお願いします。いや、いいね、いいね。おお、ちょろちょろ行くのね。濡らして、どこ。おー、いい匂いするわ。なあ、豆。最高やな。最高や。あ、ええ匂いや。ええな。やっぱ市販の俺がいつも飲んでる業務用スーパーのドリップの匂いとちゃうぞ。いや、豆は業務スーパーの、うん、あ、マジか。でもちょっとうまいんちゃう。まあちょっとやっぱこっちの方がうまい気がする。気がするな。めっちゃ煙たいわ。うえ、うわ、煙った。つけんで。はい、
写経ってあったげえうわめっちゃあったかいわ。ありがとう、暖を取りながらコーヒー飲もう。うん、最高です、最高ですわ。うわいいね、ありがとう。ちょっと危ないなありがとう、ありがとう、ありがとう。後でこの焚き火の火でパンを割り箸に刺して炙って食べましょう。ありがとう、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 ありがとう。ファンキーのスノーピークはでかいな。450ぐらい。いや、わからん。俺の300円。なんかあるみたい。チタン。チタン。やんな。3000円高ない。まあそれぐらいいいんでしょう。まあ、いいよな。いいよ。錆び品らしいしな。うん。じゃあいただきます。ありがとうございます。あ、香りがええわ。ああ、うまい。あ、濃いめやな。確かに。濃いめやな。うまい。じゃあパン食べようか。このハム卵。あ、どうぞどうぞ。あ、ありがとう。割り箸に刺して。ちょっと炙って食べましょう長そう、めっちゃめっちゃ長そう。いやけどもう下の方は炭っぽくなってるから。うわ、あ、いい感じ、いい感じ。とりあえずいただくわ。いただきます。お、うん、中は冷たいめっちゃ冷たい。鍋焼きうどん、まず自然のこう景色と、まあ、登りやったけど焚き火と、あと鍋焼きうどんうまかったな。いや、めっちゃうまかった。うまにうまかった。このコーヒーもありがとう、うまいわ、やっぱ。ああ、最高。それでは皆さんもぜひやってみてください。それでは皆さん、良い、鍋焼きうどん、そして良い、マウンテンバイク、デイキャンライフを。さようなら。